C4i システム。C4i システム。C クワドリュープル。i システム。C クオドルプル。i システム。は、軍隊における、情報処理システム。指揮官の意思決定を支援して、作戦を計画、指揮、統制するための情報資料を提供し、またこれによって決定された命令を、霊下の部隊に伝達する。すなわち、動物における、神経系に相当するものであり、部隊の統制や、 火力の効率的な発揮に必要不可欠である。c 4 i システムは、軍事組織を効率的に運用するために、自然発生的に培われたものであるため、その基本概念は、古代より、軍事組織に内在している。その最も根源的な機能を担う指揮をび統制、コマンドコントロール、C2 システムは、伝令兵、または呪し、四角やラッパ音響を主体とする。 伝令通信によって担われており、古代より軍隊で体系化されていた。その後、1960年代において、情報理論の発達とともに、インテリジェンス、インテリジェンス、電気通信の発達とともに、通信、コミュニケーションが、それぞ、クローズアップされて、1970年代までは、C3i、コマンドコントロールコミュニケーション C キューブド、i システムという名称で呼ばれていた。 その後、通信技術の発達により、電磁波探知機や電話、無線などの電気通信手段が多用されるようになると、通信のネットワークが構築され、1980年代のコンピュータ、情報処理技術の急速な発達と待って4つ目の C、コンピューターズが加えられ、現代の C4i システムの基盤が構築される。1990年代後期に入ると、 コンピュータ単体の高性能化が加速し、膨大な情報の自動的な入手、処理、伝達を総括する情報システムが加わることで、現代の形が完成された。今日においても、ATM や XDSL、VOIP をはじめとする次世代通信技術は、飛躍的な革新を遂げてり、今後の動向が注目されている。なお、近年では、 統合作戦の重要性の増大に対応して、総合運用性、インターオペラビリティの愛が加わって、c 4 i に、あるいは、各種情報資産の存在感の増大に対応して、監視、サーベイランスと偵察、カナセンスの S と R が追加されて、C4ISR、さらに目標補足、ターゲットアクイジションの TA が追加されて、C4ISTA と呼ばれることもある。 機動戦の普及に伴う戦場の流動化と拡大、戦闘体系の複雑化に伴い、C4i システムの重要性は増大し続けている。C4i システムを活用した画期的な軍事ドクトリンである、ネットワーク中心の ENCW ドクトリンの提唱とともに、特にアメリカにおいては、冷戦終結後の世界秩序の変化に対応する、米軍再編の中核として、 情報 RMA が進められているが、これは事実上 C4I システムの整備と同義である。C4I システムは当然ながらあらゆる軍事組織のあらゆる海底に内包されている。しかし多くの場合、取り扱う情報の種類、精密度に応じて下記の用途、海底に分けて整備されている。C4I システムは大きく分けて作戦式、アップス系列と 情報資料、インテル系列の2系列に分けられる。これは、1990年にアメリカ海軍が採択したコペルニクス C4i コンセプトにおいて、提唱されたもので、下記のように規定されている。コペルニクス C4i コンセプトにおいては、作戦部隊指揮官において、アップス系列とインテル系列の C4i システムを集約することにより、 健全な意思決定を実現なら占めることとされている。後にこのコンセプトはアメリカ全軍に拡大され C4I for the warrior c 4 i、e、f コンセプトとして採択された。また、これらのシステムはさらに用途に応じて前線での交戦に使用される機計システムと兵団人事など広報支援に使用される業務系システムに分けられることもある。システムの改定は 取り扱う情報の精密度に応じて決定される。作戦式系システムにおいては、通常、戦略級システム、作戦級システム、戦術級システムの3系統、及び直接の火力発揮を担当する、抗戦級システムとして整備される。これらは上下に連接され、各級部隊指揮官の戦闘行動を支援する。これに対し、情報資料系システムにおいては、 あらゆる海底において、あらゆる制度の情報が有用であることから、このような海底区分はなされないことが多い。現在、多くの海軍が戦術級 C4i システムを構築している。タバタクやストコスなどといった戦術情報処理装置は広く輸出に供され、リンクワイなど輸出用の戦術データリンクの規格も開発された。また、空軍についても近年では、 完成能力の付与された早期警戒機と先進的なアビオニクスを搭載した戦闘機の輸出が進められるにつれて空中運用可能な戦術級 C4i システムを構築する国現れ始めた。また国家戦略の一環として地上固定型の高速データ回線が整備されるにつれてこれに伴って戦略級 C4i システムの構築も進められている。 その一方で、作戦級 C4i システムの整備は遅れている。その主な理由は、作戦地域において C4i システムをまかなうに足る通信回線を確保することが困難であることにある。作戦区域を頻繁に移動する司令部に対して、高速回線を提供する最適解は衛星通信であることから、アメリカのように独自の軍事通信衛星を持っている国や、 日本のように軍用とは限られなくとも政府用の通信衛星を保有している国はこれによる衛星通信を使用できる。また特に海軍分野においてはインマルサットなどの民間通信衛星を使用し独自システムを構築しているケースもあるが依然としてンパでの音声通話あるいは暗号電報のみに頼っている国も多い。 自衛隊の C4I システムはむね米軍に準じたものとなっており戦略級システムとして中央式システム CCS 作戦級システムとしては陸上自衛隊が陸自式システム海上自衛隊が海上作戦部隊式管制支援システム MOF システム航空自衛隊が新自動警戒管制システムを配備しているまた 戦術級システムとしては、海上自衛隊では、X シリーズ及び E スシステム陸上自衛隊では、機関連体式統制システムが配備されている。アメリカ軍は、世界の軍隊の中でも、最も先進的な C4I システムを有している。アメリカ軍の C4I システムは、現在、作戦式、アップス系統と、情報活動、インテル系統の2つの系統に、整理されている。 また、アップス系統については、その規模に応じて、戦略級、作戦級、戦術級の各システムが開発されているが、このうち、戦略級システムとしては、全軍で GCCS を採用している。また、作戦級システムとしても、GCCS との互換性を確保した GCCSA、M、AF、MC が使用されている。 これら作戦級システムについては、イギリスや日本などにも海戦が提供されているが、これ以外の同盟国との共同作戦を考慮した作戦級 C4I システムとして、セントリックススも提供されている。戦術級システムについては各軍に応じて開発されており、海軍ではイージュスシステム官邸自衛システムが、陸軍では陸軍戦闘式システムが配備されている。 イギリス軍は全軍共通の戦略級 C4I システムとしてジョックスを配備している。ジョックスは湾岸戦争の経験から開始された JEC ・ジョインケマンド・システム・イニシアティブ計画の下で開発され1995年から1996年に行われたパイロットフェーズを経て1997年からのフェーズ2で実用段階に入った。 2004年からは、より拡大された、フェーズ3が運用されている。フランス海軍は、作戦級 C4i システムとして、エイドカマーを配備している。これは、スパークアーキテクチャによるコンピュータを使用している。一方、戦術級 C4i システムとしては、セネットシリーズの戦術情報処理装置と、NATO 標準のリンク11によるシステムを構築している。また、 ホルバン級駆逐艦などではリンク16の導入が進んでいる。ロシアはソ連時代に構築した作戦級 C4ISR システムとしてのレゲンダシステムで西側を強端させた。これは小型原子炉を備えたレーダー衛星と太陽電池を備えた高角偵察衛星によって構成れる全海洋監視システムであり、1978年より稼働を 開始、1982年のフォークランド紛争においては、イギリス艦隊の行動をニアリアルタイムで補足することに成功し、その進化を証明した。後継としては、リアーナシステムが開発されており、2009年より運用が開始されている。戦術級システムとしては、ウダロイ級駆逐艦で大規模に導入されたことが知られているほか、 タルワー級フリゲートやゲパルト型フリゲートでは、高度に商用、オフザシェルフ化されたシステムが採されている。これらは、西側製の高性能なハードウェア上で、ロシア製のソフトウェアが動作している。シンガポール軍は、作戦級 C4i システムとして、アクセスを配備している。これは、シンガポールと台湾が共同で運用する ST、ST-1 通信衛星による通信を、 使用する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。